だけど大きな一物をください、肩に乗るくらいの大きな一物をください。はい、あげるよ。日本の人ってさ、なんかやらへんの？生まれはロシア、育ちは関西、舞台は東京。プロシキバス。なんかさ、もうさっきもずっと話してたけど、日本の人ってさ、すっごいさ、膨張率マウント取ってくるよね。いやでも膨張率が多分すごいんだってか。あとなんか硬いとかさ、膨張率がすごいとかさ、膨張率ってさ、どう？大事？え、でもなんか結構裏切られる時ってあるじゃん。だって最初からでかくて、うん、膨張をしないけど結果的にはでかいのと、うん、最初はちっちゃいんだけど膨張をして同じサイズ、どっちがこれいいの？あ、でもそれ楽しみがあんじゃん。だってこれ何の話？え、麺の話。麺の話な。麺の話やろ。麺っていうのはどういうこと？あ、そっち。こっち。そっちの麺。いや、男の方の麺かと思ったけど。あら。そこも楽しい。ちょっと待って。これとうとうこんな浅はかなものにね手を出すのかって思われるの嫌なんだけど。あ、そうで、ちょっと説明して、なんでこんなものに手を出してるの？こんなものに俺 YouTuber として手を出したくないのよ。うん、でもこれわかる、もう YouTuber やん、こんなんやん。でもやる。これ実はうちの事務所にいる後輩のアイドルグループ、男の汗バンドって言って、いろんな外国の男の子がまあ集まってるグループがあって、彼らも YouTube をやってんねんけど、なんかそこでこういう浅はかなものをちょっと待って、そんな言うたか。浅はかやん、こんなん。俺絶対お断りやからな、こんなんやってくださいって言われて。でも結局ほら回ってきてんねんね。まあそれをやろうとしたところ、やっぱいろんな国の人がいるわけで、うん、まあ、宗教的にポークエキスというものがいるしだったみたいで、いや全然笑えないのよこれ、宗教のあれだから、ね、本当にじゃあそれはダメだねって言ってやめたんだね。そうなの、やっぱ宗教上豚っていうのが NG っていうのは本当にあるから。本当だ、豚。そうで、そのままずっとね事務所にあったらしいんだけども、とうとうね賞味期限の方がもうギリギリやん。今月末やで、これ。こういう浅はかなものの賞味期限が切れている、もうどうしような、これコストになるのかっていう風になった時に、そうだ、ピロシキーズに食わせたらいいんじゃないかとなったんじゃないの。バカにしてんのかこの野郎。ほんまにこんなのやだよ俺。いやでもロシア人って辛いのに強いから、あのウォッカをつまみとして生の玉ねぎとか塩にパッてつけて生でパリパリパリ食ってない？あとさ、うちのロシアのおばあちゃんとおじいちゃん、まあわさびを買い与えたら、まさかのやで、パンチンします。でパンチンしたらその上にわさびを、あ、出して、もう一あのチューブ全部やで、ね、パクパク食べてんねん。普通に食べたの。うん、美味しいって。日本のわさび最高ってそれで言って。ちょっとだから、まあ、ロシア人がこの、まあ、今日本ではすごく辛いとされてるペヤングの、だって辛みが非常に強いのでって書いてるからね。そうだね、なんて書いてる？もう非常に強いので、小さなお子様や辛みが苦手な方の主食、主食。ロシア人、日本語って難しいな。まあでも食べてみようっていうのでね、ロシア人が辛さに強いかちょっと検証を。アレちゃん強い？うちは強いかなとは思う。辛いのは好き。俺も辛いの好き。ほんま？じゃあその今までで一番辛いなと思って食べたものは何？でもなんか今まですっごい勧められた世界で一番辛い、うん、なんかハバネロみたいな。ハバネロ？なんか生のやつを。いや、それはちょっとやばくない？でもそれ食べたけど、辛いっていうぐらいの反応だった。じゃあいくね。じゃあ作るよ。せーの、ポン。できた。まあ、できたってか、まだ今から。まあまあ、そう。なんていうの、お湯を入れて、3分待って、ほんで流しました、今。嫌いやねん、このな、ここの裏にこうやってキャベツつくやろ、こういうの苦手やねん。じゃあ入れるよ。じゃあ、なんか嫌だな、なんかこれでもこれがやばいんやろ、激辛エンドソースらしい。なんか暗いじゃん、黒いよ。っていうかさ、なんか激辛エンドソースってもうなんか、エンドって終わりだからね。ねえ、どういうあれなのかしらと思って、ちょっと入れちゃいますが。なんか目にブチューとかやらんといてな。
これ全然開かへんやないの。どこからでも開けれますっていうの、どこからも開かへんパターンあるよな。え、どこからでも開けれますよ。手についた。なめな、なめな。開かへん、開かへん、足。こういうの股間につけたらやばそうだよね。なんか SM とかでさ、見て黒い。あ、いい香りやで。でもまあでも辛い香りじゃない。な、俺全然開かへんねんけど、これ貸してみ。あ、開いた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 。なんか危険な香りがするぞ。え、ほんま？俺いい香りする。あ、なんか危険。オイスターソース。ちょっと待って、危険。いや、なんかあんまりあのいい感じの。混ぜよ、混ぜよ、うん、じゃない。混ぜて混ぜて混ぜ混ぜミックス。いや、うわ、これちょっと待って、あまり良くないよ。まあ、辛い感じの香りは、でも焼きそばってこんな香りじゃない？ちょっと待って、鳥肌が立ってきたんだけど。ほんまに？テレビ向けコメントやろそれ。いや、マジマジ、鳥肌立ってない。ほら立ってるわ。上手にできましたね、よく会うようになったな、なんか何をやってもな、嬉しい。いい感じ。じゃあ早速。いや、マジなんか怖いんだけど。でも俺は全然普通の焼きそばの香りやと思う。いや、なんか見た目はね、あんまりこうなんか何の変哲もないような感じの焼きそばには見えるけど、でも匂いも、あ、でも匂いもちょっと焼きそばじゃない、普通に。こんな感じです。どうせまた大げさに言ってるやつやん。じゃあ食べていきたいと思います。ちょっと待って。日本人らしくさ、なんかプシッとか音立てて食べようよ。え、ごめん、うちできないね。できひんの？うちなんか鼻から出てきそうな。なんかメーとかやったらメーって出てきそうだから。日本人らしくやろうよ。あれ外国でやるとみんなすごい目で見てくんねんな。なんかできないね。って、いくで、せーの、せーの。まあ、辛いわ。ちょっと待って、辛い、あ、辛いわ。辛かった。あのさ、舌先で食べた、俺これ吸ったことに、奥の方はそんな辛くないねんけど、舌先って敏感やんか、塩とかさ。ちょっと待って、やばい、無理無理これ。辛いけど、私やっぱド M なのかもしれない。ちょっと待って、もうちょっと行きたい感じになってる。ちょっと待って、汗かいてきたかもしれない。あ、辛っ。辛い。でももうちょっと行っちゃう、俺いけると思う実際。辛っ。うん、辛いね。明日多分あのね、お尻の穴が痛くなるやつや。ちょっと待って、マジで辛い、涙が出てきたんだけど。あー、でも徐々に、私やっぱ相当辛いのは得意なんだと思うんだけど、やっぱ徐々に来てますよ。徐々に。でもこんなに辛くて痛い感じ、ちょっともう徐々に行きたいって思う。ちょっと待って、マジで無理。あ、無理、あ、無理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 、痛い、痛くないの？痛いの？痛い感じ、確かに。泣いてんねん。お前。泣いて。演技ちゃうんか？いや、でもこれ辛いと思う。多分ね、本当に辛いの弱い子はあかんと思う。あ、でも水いるわ。水が欲しくなる。もう激辛うまい得意な人でも水欲しい感じになる。ごめん、無理。これ痛い。痛い。あ、鼻水が出てきた。いけそう。完食して。いや、俺余裕な顔してるけど相当辛いで、これ。見て、辛いと思う。そんなに？鳥肌が。そんなに辛っ。いや、辛い辛い辛っ。うーって感じ。でも食べちゃう。えってこうなのよ。また明日のトイレのあのあれをちょっと心配した方がいいと思うで。お尻の穴痛くなるんやろ。うん、楽しみ。マジでこれひどいわ。あがらこら。今ほら今さら食うの。半分ぐらい食ってんのに、なんか染み込んでる、なんかこのお肉とかのそこら辺もちょっとド S だね。ドS だね。ちょっと食ってみ。食べます。
染み込んでる肉。あー無理。この口の状態でさ、とあることをしたら相手の人は相当嫌がるだろうなって感じ。やめろ、いや。とあることをしたら。やめろ、いや。普通に食べてきゃ全然ヘクソじゃん、特に。満足しそう。鼻水が出てくるな、これ。食べた。食べました。辛いです。マジで M だわ。どう？あのごめん、無理。うちも無理だわ。ぶっちゃけ、辛い辛いって言ったけど、俺余裕だわ。だからまあなんかもしこの私をね苦しめれるぞって思うような食材があったらコメントに書いてみてほしい。俺全然ぶっちゃけ大丈夫。これはやばいぞってやつ、うん、ネットで買えるやつ、なんか手に入れられるやつでベロが全然回らないんだけど、今まで食べてあもうこれ辛くて食べれませんってなったものはまだ一回も出会ってない。こういうのなんか大げさやなって思う。大げさ表現やなって思う。いや無理無理、もうこれだって超グレープできないもん。もうベロが出てロレツが回らないようになってきてるもん。ごちそうさまでした。じゃあこれ私がいただきます。マジで言ってんの？うん、いただいちゃうともったいないじゃない。マジで言ってんの？そうそうそう。